LKVTV 中村愛さん、お悩み相談室、男の色気と女性の色気の違いとは？さあ、続いて愛ちゃんへのですね、こちらです。ズバリ、男の色気、女の色気とは？この違いを教えてくださいということで、ともともさん34歳です。ズバリ、男の色気は？女の色気とは？その色気を別にして、はい、男の色気、女の色気を教えてくださいということになっております。それでは、教えて願いました教えるである、男の色気、女の色気、どちらも一緒である。それはどんなものかというと、はい、動物的な本能が出ちゃうようなものだと。難しい言い方が難しいかな。本能がむき出しになるような匂い、感覚、雰囲気、それが色気だと思うである。男と共にっていうことね。そう、同じだと思うんだよね。でもそうだね、それは言えるかも。男の人の色気、女の人の色気って、まああると思うけど、結果的には、男女ともに匂いだったり、仕草だったり、声だったり、行動だったり、一緒だよね。そう、もうさ、もう我慢できない。もういいやって思うぐらいのが本物の色気なんじゃないかなと思うんだよね。確かにそれはもう。そう。男も女も、なんか言い方安く言うと、もう、奪い去りたいっていう感じ。今夜。っていうぐらいなんか言うんだよ。なんで男だって今。このまま、奪い去りたい。わかるけど、ピンクが来ないし、あんまりない。時代入ってたら、ダメかなと思って、2個目はダメだから、ちょっとこれぐらいだったら大丈夫かなと思って。はい。そうそうそう、正解、紹介。ああ、正解。そう、D さんです。年齢がバレますけどね。私でしたら D。もうちょっと、はい、ということで、つまり、女の色気、女の色気とはということで、男の質問に関してはですね、男女ともに同じなんではないかという意味では、そして本能のむき出しになるようなものが色気なんじゃないかなと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、皆さんどうでしょうか。私が浅いと、あそこの手も浅い。どういうことよ。ついちゃったかな。はい、ということで、ぜひ参考にしてみてください。はい、お願いします。登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチ。